私はミカ、32歳、3歳の娘のナナと夫のシュウと3人で暮らしています。娘の保育園には数人仲のいいママ友がいて、そのママ友たちとは家族ぐるみで仲良くしていました。ハルさんはそんなママ友の中の一人でシングルマザーです。そのハルさんから突然こんな連絡があったのです。ねえミカさん。ハルさん、こんにちは。どうしました？あなたの旦那さん、かっこいいよね。え、そうですか？ありがとうございます。私の好きなタイプだから、ほんとミカさんが羨ましい。そうなんですね。冗談でも嬉しいです。自分の旦那が褒められて。あら、冗談じゃないわよ。私は本気で言ってるの。本当にかっこいいから。そうですか。なんて反応したらいいか。うん、だから離婚してくれない？え、私は本気でシュウさんのことが好きなの。私の子供のパパになってほしいって思ってるし、私の夫になってほしいのよね。だから離婚してくれない？すぐに。ちょっと待ってくださいよ。そんなこといきなり言われても困ります。それに旦那は私と結婚してますし、娘もいるんですから。大丈夫、そんなこと気にしないから。娘は離婚してあなたが引き取ってくれれば何も問題ないでしょ。ちょっとハルさん、あなた本気で言ってるんですか？正気ですか？別に酔っ払ってるわけじゃないわよ。本気で惚れた男を本気で奪おうとして何が悪いの？ですから。じゃ、そういうことだからすぐに離婚してね。私はハルさんからの突然の言葉にただ驚くばかりでした。ただあまりにもおかしな話だったので、本気にすることはないとも思いました。全く面白くはないけど、ハルさんなりの冗談なのかもしれない、そう考えたりもしました。ところが数日後、私が家でゆっくりしてると、またハルさんから LINE が来たのです。ねえ、まだ別れてくれないの？私待ってるんだけど。ですからこの前も言ったように、離婚するつもりはありません。はあ？どうしてよ。あなたより私の方がシュウさんには似合ってるのよ。いいから別れなさい。どうしたんですか？今日は随分と焦ってるようですけど。別に焦ってなんかないわよ。私の方があなたよりいい奥さんになれる自信があるだけよ。どうしてですか？だってあなた、シュウさんにお風呂掃除なんてさせてるんでしょ？自分は専業主婦なのに、風呂掃除をシュウさんにさせるなんて。はあ？私だったらそんなことさせない。シュウさんを癒してあげるんだから。ああ、そうですか。さっさと別れないと、後悔することになるんだから。お風呂掃除は、確かにシュウの役目です。でも、シュウが自ら自分で進んでやると言ってくれたので、お願いしているだけでした。だけど、なぜそんなことをハルさんが知っているんだろう。私はここで初めて、本当にシュウがハルさんと不倫してるんじゃないかと疑い始めました。そこで私はシュウの行動を見張ることにしました。絶対何か二人にあったはず。女の勘が働いて、そう思った私は、ある作戦に出ることにしました。シュウ、今日はナナと一緒に実家に帰るね。あれ、そんな予定あったか？ううん、お母さんがご近所さんにタケノコをもらったんだって。だからご飯を食べに来ないかって。そうなんだ、俺は行かなくてよかったの？うん、シュウは仕事で疲れてるだろうし、実家に来たら気を使うでしょ。だからゆっくりしてて。そっか、ありがとな。ううん、明日も仕事でしょ。早めに寝てね。わかったよ。明日帰ってくるんだよな？うん、その予定だよ。何時頃帰る？多分夕方の4時くらいかな。わかった、お母さんたちによろしく言っといて。うん、わかった。シュウが時間を確認してきた時、私は不倫を確信しました。こうなったら絶対に証拠をつかんでやる。私は娘を連れて実家に泊まり、翌日娘は実家に預けたまま、私だけで予定していた時間よりも早めに帰ってきました。
当然シューは仕事に行っていていません。私は不倫の証拠を探して家中をくまなくチェックしました。そしてお風呂場であるものを発見しました。あった、不倫の証拠。私はすぐにシューに連絡しました。ねえシュー、私さっき帰ってきたんだけどさ、お風呂場であるものを発見したんだよね。え、もう帰ってきたんだ。予定より早かったね。で、あるものって何？結論から言うね、シュー、不倫してるでしょ。は、何言ってんだよ。浮気なんてするわけないだろ。浮気っていうか、結婚してるから不倫だよね。証拠を見つけちゃったから言い逃れはできないよ。証拠って？髪の毛。それも長い髪の毛ね。髪の毛？そんなの何の証拠にもなんないじゃん。長い髪の毛ってミカのだろ。確かに私も髪が長いわよね。でもここに落ちてた髪の毛は金髪なのよ。長くて金髪の髪の毛。金髪？私の髪の毛は黒だし娘も黒。金髪ロングなんてこの家にいたっけ？あれだよ。昨日は妹が来てたんだ。そう、妹で、シャワー借りるねって言ってたからさ、多分それ妹の髪の毛だわ。そうなんだ。妹さんのね。そうそう、妹は金髪だしな。そっか。でもさ、妹さん先月ショートにバッサリ切ったんだよね。私もシューもその姿見てるじゃない。妹さんの髪たった1ヶ月くらいでロングヘアまで伸びたんだ。すっごいね。人間は1ヶ月に伸びる長さは4ミリって聞いたことあるけど。いや、それは。正直に言いなさいよ。ハルさんと不倫してるんでしょ？ハルさんは金髪ロングだもんね、昔から。ハルさん？いや、誰それ。俺、わかんないな。まだしらばっくれる気？言っとくけど、あなたに身に覚えがないなら警察に泥棒が入ったって通報して調べてもらうこともできるんだからね。警察？そうよ。だってあなたは知らないんでしょ？この髪の毛で DNA を調べることができるから調べてもらうわ。今から警察署に行ってくるから。ちょっと待った。何？わかった、正直に言うから。ハルさんと不倫してた。いつから？半年前から。はあ？そんな前からしてたの？ありえない。でも俺は本気じゃないんだ。ただの遊びでしかなかったんだよ。でもハルさんは本気みたいよ。え？ハルさんから別れてってこの前連絡があったから。そんな。私びっくりしちゃったわ。まさか不倫相手から暴露してくれるとはね。あいつが言ったのか？うん、離婚して娘連れて出て行けって言ってきたよ。だから離婚してあげるね。二人でこれから幸せに暮らしなよ。ちょっと待ってくれ、一度話し合おう。話し合いたくない。話し合う価値もない。シューって他の家事は全然やらないのに、お風呂掃除だけはやりたがってたけど、あれって不倫の証拠隠滅のためだったんだね。最低だよ。そんなこと言わないでさ、今からすぐに帰るから。私が返事を返さずに荷物をまとめていると、シューが急いで帰ってきました。ミカ、本当にごめん、謝るから。本当に出来心だったんだよ。シューがそう言った時、バンと勢いよくクローゼットが開いて、中からハルさんが飛び出してきました。ハルさん？シューは尻餅をついて驚いています。実はシューと LINE した後すぐにハルさんに連絡し、離婚するから来てと家に呼んでおいたのでした。シューの本心を知りたいならしばらく隠れているように言っておいたので、クローゼットに潜んでいたのでしょう。シューさん、どういうことよ。私と一緒になるって言ったじゃない。あれは嘘だったの？ハルさん、俺言っただろ、ミカには内緒で付き合おうって。どうして俺たちの関係を言ったんだ？はあ？私は何も言ってないわよ。不倫してるなんて自分から言うわけないじゃない。はあ？だってミカが。うん、
ハルさんは不倫してるってはっきり言ったわけじゃないよ。シュウのことを本気で好きになっちゃったとは言われたけど。あなたが勝手に勘違いしたんでしょ。そんな。じゃあこれからのことは弁護士を雇って弁護士に仲介に入ってもらうから、あなたたち二人がこの後一緒になろうと私には関係ないし、知ったこっちゃないから、あとは二人で好きにしてちょうだい。ミカ。シュウさん、私のこと好きってあんなに言ってたのに、嘘だったなんて。いや、それは。その後、私はまとめた荷物を持ってそのまま家を後にしましたが、マンションの外までハルさんの泣き声が聞こえてきました。それから私は娘の待つ実家へと向かい、両親に事情を伝えました。その後は全て弁護士を通してやり取りしたおかげで、意外とスムーズにことが進み、シュウとハルさんの両方から無事に慰謝料をもらいました。その後、他のママ友から聞いた話によると、私と離婚した直後、ハルさんはシュウに結婚を迫ったそうですが、シュウには最初からハルさんと結婚する気はなかったようで、断られてしまったそう。二人は結局結ばれることなく、今ではバラバラの生活を送っているみたいです。私は今は実家で娘と両親とで一緒に暮らしていて、とっても幸せです。今は新しい仕事も始めて、充実した毎日を送っています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。